ユーカリが丘ユーカリが丘は、千葉県桜市にある、ニュータウンで、ユーカリが丘一の七丁目、南ユーカリが丘西ユーカリが丘一の七丁目、宮野台一の六丁目、などを中心とする地域である。世帯数七千三百七十一個、人口一万八千三百十二人、二千十六年十一月末現在、九百七十一年に不動産会社の山マが、 開発をはじめ、1979年に分譲が開始されたニュータウン。千葉県桜市に位置し、ユーカリが丘1の7丁目、宮野台1の6丁目、西ユーカリが丘1の6丁目、南ユーカリが丘、井の南都地区各整理事業地が含まれる。都心から約 38km の距離に位置する典型的なベッドタウンで、東京駅までの電車での移動時間は47分。 都市機能のハード面とソフト面の両方を山間が整備している。ユーカリが丘は通常のニュータウン開発手法である分譲撤退型ではなく長期的な街づくりを前提とした成長管理型の開発が行われており、自然と都市機能の調和、少子高齢化、安心、安全、文化の発信、高度情報通信化の5つのキーワードに沿った。 一貫した開発が行われている。キャッチコピーは未来の見える街。名称は開発元の山間が殺菌作用や空気の正常作用があり、環境に優しいというユーカリを自然環境と調和する都市の象徴として名付けたもの。これにちなんで、駅前ロータリー、公園など、タウン内には約20本のユーカリの木が植えてある。 ニュータウン内にはヤママンガボナを用いて運行する新交通システム自動案内機場式旅客輸送システムヤママンユーカリガオカ線が走っており京成電鉄のユーカリガオカ駅に接続しているユーカリガオカ駅前のユーカリガオカ4丁目は千葉県で初めて整備された超高層住宅商業施設放送局総合子育て支援センターの入る複合開発 スカイプラザ、ユーカリガオカや、ビシュトンホテルユーカリ、シネマコンプレックスを用した、ショッピングセンター、ユー、プラ等の超高層住宅、商業立体開発エリアとして整備されている。ユーカリガオカ4丁目の大部分は、桜市唯一の高度利用地区として設定されている。ユーカリガオカ駅を離れると、ユーカリガオカ線の各駅周辺は、集合住宅の立体開発、 それ以外のエリアは一戸建てが主体の平面開発エリアとなっている。これは商業の利便性と良好な住環境維持の両面を実現するための施策である。良好な住環境を維持するため、ユーカリが丘の開発当初から全域に建築協定を設定。住宅間のブロック塀設置の制限や植栽による、 緑化を義務づけるとともに、一定面積以下の宅地分割を規制していた。現在では、桜市の制定する地区計画に継承され、条例化されている。ユーカリが丘うちに、整備されている総合子育て支援センターや保育所、老人保健施設、グループホーム、温浴施設、ホテルなどの施設は、すべて山マングループが整備、運営している。ユーカリが丘は、 都市計画の立案から都市機能の整備、運営まで民間会社主導で行われているのが特徴である。新交通システムであるユーカリが丘線も山間が立案した都市計画に盛り込まれていた。これが提示された。桜市はバスを並走させることも考えていた。しかし環境保護を重視した山間はこれに難色を示し、バス路線は実現しなかった。現在も ユーカリが丘駅に乗り入れるバス路線は開設されていない。ユーカリが丘では毎年の分譲件数を一定に決めており、コンスタントに若い世代を入居させることで居住世代を分散化するように配慮されている。このため、日本各地のニュータウンで急速に進んでいる住民の高齢化による過疎化が起きにくくなっている。また、 ユーカリが丘地域内での住み替えを簡単にするためのハッピーサークルシステムが整備されており、生活スタイルに合った住み替えが容易になる配慮がなされている。これも居住世代を分散化する配慮の一環である。ユーカリが丘うちの市民の足であるユーカリが丘船の運営やユーカリが丘うちの警備を請け負う Y、M セキュリティ、総合子育て支援センター U ーキッズ。 認可保育所ハローキッズ、認可外保育所、ユーカリマイキッズなどの施設の運営もヤママンもしくはヤママンの関連会社が行っており、本来行政の行うべき機能も一部になっている。独居高齢者対策や市民の声をヒアリングしユーカリが丘の開発やサービス提供に反映するための専門チーム、エリアマネージメントグループが設置されており、ユーカリが丘うちの 約7000世帯を直接訪問している。2011年3月11日の東日本大震災以後はコミュニティ作りの先端事例として国内外の企業や自治体からの視察が相次いでいる。ユーカリが丘は数々のまちづくりに関する賞を受賞している。ユーカリが丘は自然と都市機能が調和した21世紀の新環境都市を開発コンセプトとし、 1997年からは、1000年言うと、ユーカリが丘シティミレニアム。2008年からは、考える町ユーカリが丘。2012年からは、未来の見える町、ユーカリが丘をテーマとされている。井の南都地区各整理事業地、ユーカリが丘4丁目、一部、西ユーカリが丘4丁目、同5丁目の総面積、約25ヘクタールのエリアで、 環境配慮型複合開発外区、未来や外区の整備が2012年3月から開始さている。ユーカリが丘開発のコンセプトである自然と都市機能の調和を継承するとともに40年以上にわたるちづくりの手法を最大限に活用した人と環境に優しいちづくりを目指している。外区全体は整備が進められている日本の都市計画道路、 国道296号線バイパス、都市計画道路3 4 8号線、3.45号線の交差点を中心とし、環境強制、ライフスタイル提案型の、ロードサド型大規模ショッピングモールエリア、高熱費ゼロ住宅を基軸とした、小建て住宅、スマートハウスエリア、千葉県開発の長期有料住宅認定を受け、首都圏直下型地震に対応するための、 防災能力を強化した免震タワーマンションエリアの3エリアを2013年度までに一体整備する。ユーカリが丘駅北口の現在駐車場、水保銀行ユーカリが丘支店のあるエリアに、順天堂大学、市民ホール、商業施設などを一体的に整備し、町に開かれた文京地区とする。具体的な整備時期などの情報は公表されていない。 ニュータウン北側の宮野大エリアの総面積約15ヘクタールのエリアで整備の進められている福祉サービスの拠点地域。オーストラリアで開発された要介護者の自律的機能回復を促進する介護手法、ダバージョナルセラピーを取り入れたケアガーデン。約3000坪を中心に特別養護老人ホームや介護老人保健施設、学童保育併設型グループホーム。 貸農園などが整備されている。将来的に、桜市をはじめとする、広域行政権を念頭に置いた福祉サービス提供、人材育成拠点として、整備を進める。ユーカリが丘内で新しく販売される一戸建て住宅の、すべてに、太陽光発電設備とガス発電、もしくは、夜間電力蓄電設備を設置し、高熱費ゼロ住宅として供給する計画。 すでに2011年から一部一戸建て住宅で導入されている。将来的には各家庭の太陽光発電等を一括管理することでニュータウン全体をメガソーラー発電所とするタウンメガソーラー構想など計画されている。宮野台3丁目、道6丁目の総面積約11ヘクタールのエリアで整備されている自然環境共生外区の整備が 2002年から開始されている。第1期計画として調整地を改良して整備された浸水公園、宮の森公園を中心に環境共生型集合住宅、クリニックモール、商業施設、ログハウスを中心とした一戸建てが整備された。第2期としてアクティブシニア向けの集合住宅整備が計画されている。ニュータウン内で営業する店舗の情報やクーポン券、 チラシなどと地域の病院情報、気象情報、公共情報などを、住民と各店舗、施設、山ママンが双方向に送受信するとともに、大規模災害時の地域災害情報を山ママンが一元的に収集し、住民に配信するための地域クラウドの構築計画。2009年に、山ママン、NTT 東日本。 ジョルダン株式会社の3社が共同でユーカリが丘未来情報都市プロジェクト実証実験を実施。2010年には NTT 東日本のタブレット端末光アイフレームを住民配布ジョルダンのコミュニティクラウドサービスコミューックスコミューックスを機関システムとしたユーカリが丘専用の情報配信システムユーカリが丘アプリをリリースした。2012年3月には アンドロイドアプリ、ユーカリガオカコミュックス、コミュックスをリリース、システムのユーザー範囲を拡大した。今後、ホームページ、スマートフォン、地域データ放送への展開を予定している。ユーカリガオカ線の補助交通機関として、ニュータウン内を網羅する電気コミュニティバスの導入を計画している。2009年4月と2010年5月に、山マ早ン、田大学、 昭和飛行機工業株式会社が共同で日本初の非接触充電型電気バスを用いた社会実証実験を実施。現在、車両の開発が進められている。開業時は走行区間内であればどこでも乗り降りできるオンデマンドバス形式を採用、高齢者層に配慮した運行形態とする予定。2013年7月1日より、 クリーンディーゼルコミュニティバスココララ1号の運行を開始。当面の間は社会実験中のため無料運行。2016年よりイオンタウンユーカリガオカを奇襲点とするルートに変更れ、2017年4月からはユーカリガオカ駅南口発着のココララ2号を運行開始。ユーカリガオカルートイオンタウンユーカリガオカ上座原が昨公園付近イオンタウンユーカリガオカ 勝田台南、西市ズルータウンユーカリガオカカツタ大大五、公園付近、四タウンユーカリガオカ宮野台ルート4タウンユーカリガオカ木の宮公園付近、四タウンユーカリガオカ。村上ルート4タウンユーカリガオカ、村上団地、四タウンユーカリガオカ。中市ズルート4タウンユーカリガオカ、中市中央公園付近、四タウンユーカリガオカ。 ここらら2号ユーカリガオカ駅南口4タウンユーカリガオカ。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。